ソユーズ T-3 は、ソユーズ T 宇宙船3回目のミッションで、初めて3人が登場し、地球を204周した。サリュート6号への13回目の飛行である。1971年以来、初の三隻シートとなるソユーズ T 型の試験を兼ね、サリュート6号の修理を目的として行われた。サリュート6号に同時に3人が乗り込んだのは、ソユーズ11号以来である。 サリュート6号への滞在中、彼らはスプラブとクリスタルユニットを使って材料実験を行い、スフェタブロックとオジズユニットを用いて、彼らがソユーズ T-3 で持ち込んだ生物の観察を行った。しかし、大部分の時間は宇宙ステーションのメンテナンスに充てられた。12月2日、彼らはステーションの住環境を評価するためのマイクロクライモット実験と、 熱制御システムの作業を開始した。4つのポンプを装備した新しい水圧ユニットを取り付けた。12月4日にはサリュート6号のテレメトリシステムの電子機器を交換した。12月5日には電力システムの故障箇所の修理を行った。その他、機内制御システムのプログラム及びタイミング装置の交換や推進剤補給システムのコンプレッサーの 電力供給システムの交換等を行った。ありがとうございます。